ピンクリボンとは、乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推進することなどを目的として行われる、世界規模の啓発キャンペーン、もしくはそのシンボル。日本人女性のうち、乳がんを発症する割合は、約12人に1人と言われており、また、乳がんで死亡する女性の数は、年間約1万人弱とされ、そのキャンペーンは年を増すごとに拡大している。 シンボルであるピンクリボンの由来については様々な説がある。まだ乳がんについての研究が浅かった1980年代のアメリカ合衆国の小さな町で乳がんで死亡した女性の母親がこの女性の娘である人孫に同じ悲しみを繰り返さないよう願いを込めて手渡したものがピンク色のリボンであったことに橋を発するとされる。この行為が乳がんの恐ろしさと 乳がんについて知り、考えるきっかけをこの町の住人に広め、その後、草の根的な活動により、アメリカ全土はもとより、ヨーロッパ、アジアなど、全世界的に広まったなど。しかし実際は、以下のような経緯で使われ始めた模様。EN、ピンクリボンピンクリボンを掲げるワコール本社、ビルピンクリボンデーの東京タワー日本での、ピンクリボン運動の主たる活動組織は、多数ある。 その中の一つが NPO 法人 j パッシュである。j パッシュは田中幹事関西以下大学入選専門医をはじめとする発起人により活動が開始された。j パッシュでは一年に一度マンモグラフィー検診を受けることを奨励している。ピンクリボン運動が一般的に認知されるようになったのは2000年代に入ってからのことである。 2000年10月にグローバルランドマークイルミネーションの一環として、エスティローダーグループオブカンパニーズ株式会社が、当時日本で最大の乳がん患者支援団体、あけ物会をサポートし、東京タワーをピンク色にライトアップしたことがきっかけ。以後2000年から2016年まで、毎年同社がピンク色に東京タワーをライトアップしている。 その運動の規模は年を追うごとに急拡大しており、リソナ銀行、アストラゼネカ、アテニア化粧品、エーボンプロダクツ、東京会場日動安心生命、ワコール、埼玉リソナ銀行、オーティコンなど、協賛する企業、市民団体は多数存在する。また、ヤフージャパン、アサヒドットコムといった日本を代表するポータルサイト、ニュースサイトで広く、ピンクリボン運動が紹介されている。 10月1日には、ピンクリボンデーとして、清水寺、東京都庁舎、レインボーブリッジ、東京タワー、表サンドヒルズ、名古屋城、姫路城、神戸ポートタワー、赤石海峡大橋、君寺などを、ピンク色にライトアップし、いずれも大勢の人へ資格という形で、ピンクリボン運動の認知度向上へ貢献している。なお、アメリカでは10月第3週の金曜日が、 ナショナルマンモグラフィーデーとして1993年に制定されたという、ありがとうございます。